こんにちは、鍼灸師の亮太です。今日はですね、ジョージアの現状についてちょっといろいろと質問をいただいているので、それに取り急ぎ答えるような形のビデオを撮りたいと思います。今日本もコロナで結構大変なことになっていると思うので、日本から遠く離れた僕が住んでいる小さな国ジョージアのニュースなんていうのはほとんど入ってこないと思いますので、在住者目線で今住んでて感じていることとか今の状況とかそういったことをお話しできればと思います。日本ではですね、だいたい今2万人前後ぐらいの感染者が1日出ていると思うんですけども、ジョージアではだいたい4000人から6000人ぐらいの感染者が毎日出ているというような状況です。これを聞くと、日本の4分の1だから全然大したことないじゃんと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、ジョージアの人口というのは日本の大体30分の1ぐらいなので、ここに人口100万人あたりの感染者数というのに出てますが、これを見るとですね、日本は大体100人にすると大体1人ぐらいの感染者なんですけども、ジョージアは大体100人いると13人ぐらいが、感染しているというような状況でですね、実際去年の3月ぐらいからこのコロナっていうのが騒がれ出したなと思いますが、実際ですね、こう生活している肌感として、日本人の、周りの日本人の人が結構コロナにかかったりとかしていて、かなり、その1回目とか2回目のロックダウンの時に比べてコロナがだいぶ身近にあるなっていうふうに感じています。ジョージア政府の発表によりますと、今ジョージアで広がっているコロナは全てデルタ株ということで、かなり医療状態が逼迫している状況と言えるみたいです。この写真を見てもらうと分かるんですけども、このように野営の病院が設置されたりとかして、毎日ですね、50人から60人ぐらいの方が亡くなられているというような状況です。ただ入国条件に関してなんですけども、これはあくまで僕が調べた範囲ですけども、今のところ入国条件が緩和されたような状態から変わってはいません。72時間以内の PCR 検査、陰性証明とジョージアの入国ホーム、あと保険を加入すれば一応日本人は入国できる、そして何も変更がなければビザなしで1年滞在できるということに変わりはないようです。ただこの辺はですね、もう本当に刻一刻と状況が変わることもありますので、詳しく知りたい方は大使館のホームページとかそういったものを見て情報を集めてみてください。ただ最近は先ほど話した医療体制のこともありまして、病床が足りないとか医療従事者が足りないというような状況に直面してますので、大使館の方から在住している日本人の方に帰国も視野に入れた選択肢を検討してくださいとか、どんな理由であれジョージアに渡航するのは中止してくださいとか、そういったメールが来ているというような状況です。こういった状況を受けてですね、街の様子とかどうなっているのか、どういった対策がされているかということなんですけども、先週からまたコロナに対する規則が厳しくなりました。外、屋内施設でのマスクの義務化っていうのが復活しました。そしてカフェ、レストラン、バーの営業は11時まで、これが11時までだったんですけど、昨日10時までに短縮されました。この1時間でどれだけの差があるのかちょっとわからないんですけども、また営業時間が短くなりました。そして3つ目は公共交通機関の全面停止、メトロとか公共交通機関、バスですね、パブリックバスの停止が9月4日まで禁止されています。そして最後は結婚式とかスポーツフェスティバルとかイベントとかそういったものの全面的な中止ですね、がジョージア政府から勧告されています。本当だったら僕の妻のお姉さんもこの9月に結婚式を挙げる予定だったんですが、このような対策を受けて今回見送りという形になりました。式の予約とかウェディングドレスの準備とかいろいろやってたみたいなんですけども、残念ながら中止というか延期という形になりました。じゃあワクチンの接種率はどうなっているかというと、ジョージアは結構ワクチンの接種率が遅れていたんですね。特にジョージア人の人の中で、あまりワクチンを打ちたいという人が多くなくてですね、遅れていたんですが、この、さっきも言ったこと、公共交通機関の停止が、9月4日までというふうになっているんですが、その、措置が終わった後ですね、ワクチンを打った人しか、フィットネスジムに行けないとかレストランに行けないとか、スパでサービスを受けれないとか、そういった、政策を取るんじゃないかというような話し合いが今行われている最中です。これを受けて今ジョージアの、ワクチン接種率というのは結構、増加を見せています。ただそれを受けてですね、反ワクチン派の集会というのも結構大規模に行われてたりとかして、なかなかこの国本当に政治関係でもそうなんですけど、デモが本当に多い国なんですね。なんでなかなかうまくことは進まないのかなというふうに思っています。ただこのワクチンパスポートみたいなものが完成する確率っ
ていうのは結構高いんじゃないかなというふうに個人的に思っています。これまではちょっと事実について中心に話してきましたが、ここからはですね、トビリシに住んで2年弱になります、ジョージアに住んで2年弱になりますけども、個人的にちょっと感じていることっていうのをお話していけたらというふうに思います。これは自分のクリニックが特にそうなのかもしれませんが、僕のクリニックに来ている患者さんというのは大体このトビリシに住んでいる外国人、トビリシに短期滞在している外国人の人がメインです。実は日本人の方とかジョージア人の方っていうのはほとんど今あまり見ていないような状況です。その人たちの話とかですね、その人たちを見ている限り、トビリシに住んでいる外国人の人はコロナでほとんど痛手を打っているという人はほとんどいません。なぜかというと、仮想通貨に投資していたりだとか、不動産だったりだとか、株であったりだとか、ある程度資産のある人が、ちょっとお金を持っている外国人の人がトビリシに住んでいて、その人たちが自分の患者さんとしてで来てくれているというような状況です。ただですね、ジョージア人の友人とか妻に話を聞きますと、ジョージアは結構観光に依存していたので、コロナでかなり打撃を受けているというのが現状です。なので、ローカルの人はどんどん結構貧しくなっていって、ジョージアに住んでいる、トビリシに住んでいる外国人みたいな結構資産がある人っていうのはどんどんお金を増やしていってるような状況です。これは、ジョージア、トビリシに限らず、世界中で起きている現象だというふうに僕は思うんですけども、このコロナによってですね、よりこう先鋭化というか明暗化してしまったなというふうに感じます。実際僕が来た、2019年の12月に比べて、水であったりだとか卵とかですね、そういう生活必需品の値段がですね、肌感で大体2割から3割ぐらい値段が上がってるなというふうに思います。ただそれでいて、ローカルのジョージア人の人の給料っていうのは2割3割上がってるかっていうと、周りの人の話とか聞いててもそうではないので、トビリシに住んでるジョージア人の人の中には、トビリシに住んでる外国人がその値段を上げている一つの要因になってるんじゃないかというふうに考える人もいるみたいです。ですので、さっきお話した反ワクチン派の集会というのはですね、結構外国人に対して排他的な考えを持っている人の集会というふうにも言われています。税制とかビザの面とか物価の安さとかそういう面でですね、結構本当に外国人にとって本当に住みやすい街トビリシではあるんですけども、ローカルの人が外国人に対してそういう嫌悪感を持つ人がですね増えていきますと、実際にですね、オーストラリア人の人がトビリシの近くの山をハイキング中に殺害されるという事件も起こってますし、デンマーク人の女性がですねレイプドラッグの被害に遭ったりもしています。自分のビデオでも散々お伝えしてきた通り、ジョージアとかこのトビリシっていうのは本当に安全な街、安全な国だよっていうふうに散々お伝えしてきましたが、それがちょっと崩れかねないようなことになるんじゃないかな、個人的にはそんな危機感を少しだけ抱いています。自分の現状としましてはですね、先週アルメニアにですね日本食のレストランがオープンするということで、そこに行った時に PCR 検査を前と後に受けて陰性でしたので、コロナに関しては大丈夫、もしくはもしかしたらもう一回かかってる可能性もあるかなって思います。なぜなら、この国は先ほど言ったようにかなり高い感染率だからです。ただ先ほど言ったような、医療状態が逼迫しているということもありますので、普通の、ジェネラルな病気に対してもですね、適切な処置が受けれないという可能性が結構高くありますので、人の多く集まるようなところに行かないとかですね、クリニックが感染対策をバッチリやるとか、当たり前ですけどもそのあたりのことをちゃんとやって、これからも生活していこうと思います。あとは、患者さんの間でもよく聞かれるんですけども、もしそのワクチンパスポートがないとレストランとか、スパとか、ジムとかですね、そういったところに行けなくなったら、僕は、ワクチンを受けるのかということなんですけども、今はですね受けたなくても受けれないんですね。どうしてもワクチンを受けたいということになったら日本に帰るっていう選択肢になると思うんですけども、それもそれで時間と費用がかかりますので、別に僕は全然ワクチン反対派とかではないんですけども、今のところちょっと様子見というような現状になっています。ということで、今日はですねジョージアの現状について在住者目線で、つらつらと話させていただきました。本日は動画最後までご覧いただき誠にありがとうございました。普段の質はツイッターでつぶやいております。よかったらフォローのほどよろしくお願いします。改めまして動画を最後までご覧いただき誠にありがとうございました。バイバイ。